ユッスウンドゥール、ユッスウンドゥール、ヨース・オ・エヌ・ター、1959年10月1日台、は、セネガルの歌手。セネガルの伝統音楽に、様々な民族音楽や欧米のポップミュージックのエッセンスを取り入れ、独自の音楽世界を展開している、同国音楽界の大御所。セネガルの楽器ジャンベを用いた伝統音楽から、カリブ音楽や、 その他様々なジャンルの音楽を融合したんばらという音楽ジャンルを確立した。2004年、米国のローリングストーン氏はアフリカにおいて存命する最も著名な音楽家であろうと評した。これまで20年以上にわたり自身のバンドと共に活動を続けている。1959年にダカールで出生。西アフリカの代表的な民族であるセレール。 族出身で古くから伝わる音楽や思想を伝承するグリを語り部の家系に生まれ育った。10代から音楽活動を始め、12歳から数年間は1970年代初頭のダカールで最も人気があったスターバンドで活躍した。1979年を結成。1980年頃からアフリカの隣国やフランスなどへのツアーやレコーディングを。 開始。1982年にシュペール・エトワールドゥ・ダ・ガールを結成。1980年代に入ると、1982年に A バージンレコードと契約し、ピーター・ガブリエルと出会い、ライブや彼のアルバム、そう、1986年での共演を機に注目を集めるようになった。1986年にアルバム、ネルソン・マンデーラを発表。ザ・ライオン。 1989年や、Z1990 年はバージン参加のガブリエルが関わっているリアルワールドレコードからのリースとなった。また、ポール・サイモンやスティングなど有名ミュージシャンとの共演で世界的アーティストとしての地位を確立した。1992年には映画監督のスパイクリーがソニー参加で設立したレーベル4 0ーカーズ アミュールミュージックワークスに移籍し、アイズオープンをリリース。同アルバムは、んとゥールにとって、初めてのグラミー賞の候補作品となった。1994年に発表した、ザガイド、2000年に発表した、ジョコ、2002年に発表した、ナッシングスインベンについても、グラミー賞の候補作品となった。1998年、ワールドカップサッカー、フランス大会の公式アンセム、 勇者たちの庭を制作したほか、同年、アニメーション映画、キリクと魔女の映画音楽を手掛け、日本でも2003年夏に、スタジオジブリ配給で公開された。日本ではさらに、オブラディ・オブラダが、ホンダステップワゴンの TV、CM ソングや、笑う、犬の発見のオープニングテーマに用された。2003年、反戦の意を込め、全米ツアーをキャンセルした。 2004年アルバムエジプトで第47回グラミー賞のベストコンテンポラリーワールドミュージックアルバム部門で受賞2006年ワールドカップサッカードイツ大会ではファイナル前イベントのプロデュースを行った同年夏には東京の夏音楽祭2点ドゥールとシュペール・エトワールドダカールよるフルステージ日本公演が10年ぶりに開催された2007年に発表したアルバム ロックミーロッカーはローリングストーン氏選定の2007年、ベストアルバムの30位に選ばれている。2011年11月より、政治活動に専念するため音楽活動を停止し、当時のセネガル大統領、アブドライワット批判の急先鋒に立った。自ら大統領選に立候補を申請したが、署名数が足りず申請を却下され、ワットの対立候補で、 元首相のマッキー・サルを支援する立場に回った。ワットが選挙に敗れた場合には、音楽活動に復帰すると発表した。結果、サルが大統領選に勝利し、ヌゥールは2012年4月に、セネガルの文化観光大臣に任命された。2013年9月2日、女性首相は港、トゥールの新内閣発足時に、ヌゥールは大臣から解任された。その代わり、 サル大統領から国家を宣伝する大人格の特別顧問に任命された。大臣を辞めて音楽界に復帰したンドゥールは2013年に音楽界のノーベル賞ことポーラー音楽賞を受賞した。2017年には7年ぶりにインターナショナルアルバムアフリカレックを発表すると同年9月12日には日本の高松宮殿下記念世界文化賞を受賞した。 TV ワンダー、ドリームスカムトゥルーや坂本隆一の作品に参加したこともある。ライブ8などのチャリティー企画への参加、ユニセフ親善大使としての活動など、音楽を通じて社会に関わる姿勢は、歌うジャーナリストとも称される。2007年には、アメリカのタイム誌による世界で、最も影響力のある100人に選ばれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。